というわけで、戸塚生まれくんの、後半ということでございます。よろしくお願いします。なんで、まあ、ね、東京の方で活動しているミュージシャンが、はい、私の番組と言いますと、うん、まあ2年ぐらい前、ね。そうですね。2年ぐらい前ですね。なんだっけ、ストリートフェスティバル、ね。ストフェスだ。ストフェスこと、ストリートフェスティバル in 静岡の、うん、最終回でしたね。そうですね。で、そこ のライブハウス、ウーフーでのステージで、はい、まあ、いわゆる対バンの形で。対バンで、はい、やらせていただきます。私の出番の前に、ティキタカテクニクスの2人が出て、はい、まあ、なんか、面白いなぁと思って楽屋で話して、で、それだけなんだよね。そうですね。本当にそれだけですね。その時に、まあ、なんかツイッターの、ね、そうですね。こう、ツイッターを交換して。交換して、で、その後、マレ君は、もう、即、もう引き上げちゃって。そうですね。で、俺の、スダインの選手見てない。全く見れなかったです。ねえ。うん。よく出るよ。そうですね。言ってくれたよね。うん。本当ですよね。うん。だからなんでそこら辺は。いや、でも見てましたよ、本当に。崎山総司会とか。見てますもん、そうそうそう、うん、本当に。まあ、あれを見て、はい、いいよ、あれでよかったんか。よかったと。ありがとう、ね。ありがとう、ね。ありがとう、ね。いろいろ言われてるからさ、あれもさ。まあ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 、まあ。ないよね。なんかまあでも、そう。だまあ、彼がそのプロに なる前だったから、その初々しい感じ、お互い、はいはいはい、俺も初々しい感じだったんだけど、はい、で、生まれくんもその、いっぱいはプロになるとか、うん、あの、音楽で身を立てていくっていうことを、まあ、目標にしてる。してますね。うん。でもどうする？どうする？そう、だから、うん、レコード会社に契約を勝ち取って、CD を出すとか、はい、っていうのが基本の形なんだろうけど、はい、なんか今そういうわけでもないじゃん。そうですね。もう本当に、最近だとあれですもんね。香水とかも。全部自分たちで。そうだよね。あれなんであんなにヒットしたの？あれはまあ TikTok からなんですかね。うん、っていう感じで、本当にネットからの本当に勢いでバンとメジャーまで行けちゃうっていうところは割と最近証明されつつありますよ、ね。あれでいいんだとか正直思ったもんね。僕は思ってます。思うよね。思いますよ。あれがすごいヒットするけど、なんか、はい、こんなに売れちゃうの？みたいな正直思ったし。はい、思いましたね。うん、でも正直さ、なんであんなに売れるのかっていうのは結局そのノウハウとかさ、うん、コンセプトみたいなのって、はい、俺らよく分かんないままだよね。うん、そうですね。広告代理店とか絡んでるじゃないか、電通とか。本当ですよね。そういう裏で手を引く誰かいるんじゃないのかみたいな。どういうスピード感であそこまで分かんないよな。でも一回乗っちゃうと、うん、バーって売れるんだよね。そうですね。うん、そうだから俺らはそういうものに乗る方法って分かんないじゃん。あれはまだそうですね、世に出てないですね。あそこまでこう、うん、出ていくためのこう、うん、方法というか、そうスキームっていうかね、出てないですね、うん、だからどうしたい、どこら辺を取っかかりにする、どの辺を取っかかりにするんですかね。僕はでもやっぱり結局 YouTube 始めました、うん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 、本当にやっぱり戸塚生まれで YouTube 検索するとひらがなで一応チャンネル名はティキタカ TV 戸塚生まれって名前なんですけど、うん、全然こんな名前のね、うん、変な人いないんでね、この戸塚生まれだけで出ますんで、はいはいはい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、とまあまあそういうことなんですけどね。そうそうそう、やっぱり YouTube だったりとか、うん、その音楽を直接聴いてもらうこと以外のきっかけをどんどん作っていかなきゃいけないんで、うんうん、まあ、今回のその3 songs っていうね、はい、新曲新、ね、2枚目のシングルが出るんですけども、はい、その方でもやっぱりちょっとね著名なアーティスト、豪華なアーティストを起用して、うん、はい、やっぱりそういう自分たちのこう魅力以外のところからまずこう触れてもらうっていうところからね、ファンとか聴いていただける人が増えたらいいなと。はい、このあのセカンドシングルの2曲目に「ムジナ」っていう曲があって、はい、そこに、はい、フューチャリング中川パラダイスウーマンラッシュアワー、はい、いろいろ声入れてもらいました。ウーマンラッシュアワーのじゃない方ですよ。そうですよ、パラダイスの方ですね、すごい。その、うん、いや、どういうつながりなの？あの人は、うん、すごいアグレッシブな方なんで、はい、いろいろ自分がトークにしたいネタだったり、うん、あの YouTube でちょっと触れたいこととかだったりっていうことは、うん、本当になんか DM すれば来てくれるんですよ。そうなんだ。興味、うん、ぜひ興味を持ってもらって来てくれて。本当です。もう全然なので。レコーディングに参加してくれたの？本当にそれだけですね。もう本でレコーディングスタジオ来てくれて、うん、
じゃあ歌入れてくださいって言ったら OK です、うん、おお本当に。でもそれのコラボが一つの話題とかになっていて、ね、まあいいと思ってくれた人は継続して聞いてくれるんじゃないですか。そうですね。あ、そうやってなんかいろんなところに声をかけて、うん、仲間になってもらってっていうのはいいのかもしれないね。そうですね。もう海外のヒップホップスタイルですね、うん、フィーチャリングしてこう、うん、お互いもウィンウィンでこう、うん、なんか上がっていく感じ。そうだね、そういうこのやり方ってあるよね、いろんなところに声をかけてね。なんか奥ゆかしいやつ多いからね。多いですね。うまいし、うん、そこなかなか面白いし、うん、いいステージするんだけど、なんか普段あんまり喋んないとか、はいはいはい、そうするとなんか、いやお前損してないかみたいな。そうですね。うん。ね、うん、それだけで出ていけるほどの才能が自分にないことも分かってるんで、あ、うん、そこはしっかりこう、うん、売れるためにこう魂売るじゃないですけど、まあ、面白いことをやろうっていう、面白いことをやっていけば、うん、そこでねちゃんとついてきてくれる人もいるんじゃないかな、うん、ね。それでレコーディングですごい強力なメンバーが集まって、うん、いいクオリティの高い音源ができるんだったら、それこうしたことないからね。間違いないです、うん、そうか、そんな感じで、はい、今回は売り出してみようか、売り出してみようかと、うんうん、配信だ、今どうなんだろう、ほら CD ってさ、うん、こう売り上げが枚数とかでバーって出るんだけど、ね、配信の曲ってそういう売り上げの高さみたいなものって結構反映されるの、よくわかる感じるんですかね。一応その配信してる側のアーティストとしては、うん、一応裏の情報というか、どんだけこう配信されました、購入されましたっていうデータは送られてくるんですね。だけど結局それを、まあ、他の人たちは見れないので、うん、なんかこの客観的な指標としてこう残るものではないっていう感じですかね。なるほどね。なかなか難しいよね。だから有名なんか、まあ、テレビに出ればっていうのもあるけど、はい、なかなかねテレビもね、うん、そんなに。でも YouTuber で一等稼ぐですね。だからそういうことなのか、テレビがに出てるから偉いっていうのは、うん、まあ、昔ほどでもなくなってきたし ね、 でも僕はテレビっ子なんでテレビは出たい、ね、出たい、出たい、テレビは出たいっすね。何に出たいのよ。僕はですね、今ですか、うん、今何テレビに出たいのよ。ちょっと待ってくださいね、本当にテレビは今出てこないんで、うん、ラジオでいいですか。ラジオ、僕ラジオだと、うん、本当にもう伊集院光の深夜のバカ力に出たいです。あれゲストとか出ないんですけど、うん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 、やっぱ僕伊集院さんすごい好きなんで、うん、そうなんかやっぱそういうっていうか、やっぱお笑いに割と僕ルーツを持ってバンドをやってるんで、やっぱそのまあ今回の若左衛門さんとかとやらせてもらう感じで、うん、本当にお笑いの人とこうなんかやったりっていうのは出たいですね。また歯がゆいとかやってくれるといいんじゃないですか。ありましたね、歯がゆい。俺行ったよ。行きました。歯がゆいのイベント行ったことあるよ。歯がゆいってリアルタイム歯がゆい世代だから俺。歯がゆいってオールナイトですか。そうですか。オールナイト日本2部だったと思う。2部ですか。そうで、高田馬場 の、はい、駅前のビッグボックスのところに、はい、なんだ、歯がゆいちゃんと、歯がゆいちゃんと、外人の歯がゆいちゃんと3人いたんですよ。で、3人の誰かと、はい、写真撮っていいよ、ツーショット写真撮っていいよ、エコ発イベントがあった。これ行ったよ。リアルタイム、リアルタイム歯がゆい世代だから。そうか、僕はもう本当にもうジャンクしか知らないですね。あ、なるほどね。オーデカナイトも知らないし、うん、そうだ、もうデビューした時の、はい、そのもう何、完全に身分を隠してオペラ歌手で出てきて、はい、あの頃ですね。あの頃、はい、もうごく初期の移住だから、彼もそのすごいな、彼もなんだろう、そういうもう自らのそのバイタリティでのし上がったタイプの人だって、三遊亭楽だよ。そうですね、完全に伏せられそうだね。もともとね、楽太郎の弟子ですからね。そう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 。でも楽太郎で師匠にも言わないで日本放送に出入りしてたっていう伝説の持ち主ですからね。とんでもないですよね。めちゃくちゃですよ、あれ。めちゃくちゃですよ ね。でもそのぐらい の、 そのバイタリティを持ってやって初めて、うん、なんか芸能人としてやっていけるのかな、うん、だからまあいろんなやり方があって、その人のやり方しかないんだよな。そうですね。真似できないもんだって、うん、きっと。だから俺がすごい有名になっても俺の真似をしてやれるわけじゃないし、生まれ君がすごい有名になっても生まれ君のやり方を真似することはできない、うん、見つけるしかないな、こりゃな。そうですね。いかにどんだけこう掘ってこういうどんどん広げていくかっていうことですよね。そうそうそう。そのなんか彼らの、まあ、私も含めてですね、いろんな冒険みたいなもんなんで、うん、そうですね。そういうの 見届けるためにもですね、彼の戸塚生まれ君のね、これからの活動にぜひ注目していただきたいという、ぜひよろしくお願いします。はい、
月高テクニクスの、うん、楽曲はあの Apple Music、Spotify など各種サブスクサービスで、もう僕らに直接お金を払わなくても聴けるんでね。もうね、うん、で、あれですよ、7月31日になったらもうね公開されるわけですから。で、あの YouTubeね、そうですね、 YouTube の方でねまたね、はい、あのサブスク入ってない方もね多分ちょっと聞けるような感じにはしようと思っておりますんで、はい、ぜひともね、ぜひ北川 TV と使うまでもねチャンネル登録とかねご視聴の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、自民党生かしたやつ第181回ゲストはミュージシャンの戸塚あまり君でした。ありがとうございました。次の番組何かわからないけどチャンネルはそのまま。